動画先生石川博之です。今回は、全身バックのチャチャロック、ね、チャチャチャ全身とバックのチャチャロックを説明していきたいと思います。まずどういうものかと言いますと、2,3 チャチャチャ 2,3 チャチャチャ 2,3 チャチャチャ 2,3チャチャチャと向き変えますね。トゥースリーチャチャチャ、トゥースリーチャチャチャ、トゥースリーチャチャチャ、トゥースリーチャチャチャ。まあね、ベーシックなんかやればまあこれの連続ですよね。なのでまずこのチャチャロックの前後、これがうまくできるようなね、そういう説明をしていきたいと思います。まあ多分チャチャロック自体はみんなね、普通にやられてるとは思うんですけど、そこの、まあ、やり方というか理解、これが果たしてどうかということです。実際に、よくあるのは、例えばね、じゃあ生徒さんに、一歩一歩ちょっと止めてね、説明していったりすると、例えばじゃあ2でバックしました、2ね、とどうなってるっていうと、今体重どっちにやるっていうと右足に乗ってますっていう、ね、3と左足に乗りましたね、じゃあ次4エンド1チャチャチャね、4右に乗りました、エンドどっち乗ってる、まだ体重は右です、1は右に乗ってます、2で左と、今おかしかったの分かりますか？2,3,4,and,1 なんですけど、体重ね、生徒さんで言った体重は右左右右右、これおかしいですよね、体重が右右右って、右足右足っていうのはおかしい、体重移動がされてないですね。これ実際には非常に多くの人がこういうチャチャをしていますね。悪い例ね、2,3 チャチャチャ、2,3 バックも同じなんです。バック説明しましょうか。はい、2チェック左左、まあチェックの中間なんですけど、まあまあ左寄りですね、2,3 右乗ったね、バックのチャチャチャ左乗りました、でここの右に乗ってないんです、足はかけてるけど体重移動がされてない、で1だから2,3 チャチャチャ、2,3 チャチャチャ、体重移動が不十分なチャチャになってる人が多いですね、チャチャチャ。さあこれを改善していきたいわけなんですけれど、いろいろな練習方法があるんですけれど、まず、一歩一歩しっかり乗る、体重移動をする、そちら側の練習をした方がいいかな。ちょっとその人のやり方によって練習方法は本当は、異なってくるんですけど、とりあえず一般論で言うと、一歩一歩乗れてない人が多いので、とちゃんとまず体重移動します。単純に考えるとどういうことかっていうと、ね、2,3,4,and,1 まず単純にね、2,3,4,and,1 そうすると体重が左、右、左、右、左となります。ね、2,3,cha,cha,cha 2,3,cha,cha,cha。こっから始めていくと、体重が移動していくっていうのが分かりやすいです。2,3 チャチャチャ 2,3 チャチャチャ、まだロックになってないですけれど、 2,3 チャチャチャ、4エンドのところ揃えてみると、 2,3 4 and 1 2,3 4 and
one, two, three, four, and one. そうすると、end にちゃんとしっかり体重移動ができてますので、ね、two, 今やったのは、four, and one と体重移動が今してますよね。で、ここから今揃えてたんですけど、これをちょっとずらして、two, three, four,and one. バックも同じ two, three. 揃えるときは four, and となってます、ね。その end をちょっとずらしてあげれば two, three, four, and one になります、ね。two, three, four, and one. で、この end に乗る感覚に慣れてきたら今度それをちゃんとかけてあげるといいですね。two, three, four,and one, two, three, four, and one. でもちゃんと乗ってます。two, three, 乗る、乗る、乗る。two, three, 乗る、乗る、乗る。two, three, 乗る、乗る、乗る。で、ちゃんとエンドの足に乗ってます。four, and one ということ。まず一つ、体重移動をしっかり、ね、はっきりとやるということがまず一つ。で、今一歩一歩、ね、しっかり乗ってもらいました。で、それじゃあダメなんです。やらしといてまたダメというパターンなんですけど、今のだと不十分。ね、前回のサイドシャッセのところでも言いましたけど、一歩には送り出す動き、送る動きと乗せる動き、二つ必要って言いました。一拍の幅で考えてねっていう話でした。当然、前進、バック、この動きも同じです。先ほどやってもらったのは、その後半の方の乗せる方の運動、まあ足りなくなりやすいんですけど、乗せる方の運動を今やってもらいました。ってことは足りないのは送り出す運動。ね、その前にやってメレンゲアクション。あれですよね。送り出すという動きです。ということは、全身のもしね、チャチャチャをするっていうことは、今の送り出すで考えたら、4 and 1。ね。こちらの送り出す運動が必要になってきますので、2、3、4 and 1。送り出す運動。ここが必要になってきます。ただし、ね。意外と、まあ、上手い人は、こういうチャチャロックに、なってるかな、上手い人っていうか、本当は正しくはないんですけれど、そこそこ上手い人、ね、チャ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 、ね、こういうアクションになってる。まあ、実際にはそこそこ綺麗に見えると思う。ただ、不十分は不十分。送ってるだけだから、ね。それと全身のチャチャロックも、横のサイドシャッセルに、フォーを、えん、ばん、ね。一拍を幅で考えて、前半後半、ね、説明したと思いますけど、全身バックもロックも同じ、ね、そこのところを、やってみる。ちょっと斜めでいきますね。 2,3,4 の前半、4の後半、エンドの前半、エンドの後半、1の前半、1の後半、2,3,4こう、お、え、ん、わ、ん、ということになります。こう、お、え、ん、わ、ん。two, three, four, お、え、ん、わ、ん。バックいきますね。ゆっくり。two, three, four, お、え、ん、わ、ん。と、一拍が二つずつになる。前半後半。two, three, 前半後半、前半後半、前半後半。four, and one. two, three, four, and one. だいたいそもそも、バックの時ヒップアクションがない人はほとんどです。チャチャチャ。まあ全身もそうですけど、足だけ。2、3、チャチャチャ。足だけになってる人が多い。
で、お尻が動いていたとしても、送ってるだけの人が多い。チャー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 。ね。これは不十分。ね。送り出して乗せる。送り出して乗せる。これが一歩一歩に行われるべきなんです。9、3、送り出す、乗せる。送り出す、乗せる。1、N。ということになる。全身でもそうなんですけど、2、3、4、O、A、N。1、ね。エンドの時にちゃんと、一つのポイントは、N の時に右足がちゃんと曲がることです。極端に言うと、悪い例で言うと、チャッチャッチャみたいな。この右足が曲がらずにする。みたいになっちゃう人が多いんですけど、そこのところがちゃんと右足が、ほう、え、うん。ワン、ツー、スリー。バックでしたら、ほう、え、うん。ワン、ツー、スリー、ほう、ツー、スリー、ほう、え、うん。ワン、ツー、スリー、ほう、え、うん。ワン、ツー、スリー、ほう、え、うん。この、ここの、これがちゃんと作れると、チャチャすごくこう、なんていうの、キレのある、ね、足先がピシッと弾けるような動きになると思います。2、3、4、N。バックの時これが一回緩むといいですね。End、1。全身のチャチャロック、ね、バックのチャチャロック。まあほとんどね、踊りはこれでできてると言ってもいいと思います、ね。ちなみに、チャチャチャのポイントは何かっていうと、チャチャチャなんです。当たり前ですけど、ね。でも、他の種目考えても、ルンバの中にルンバっていうステップがないです。ね、サンバってね、サンバウォークとかありますけど、ね、サンバっていうステップがあるわけではない。ね、チャチャの場合は、チャチャチャというこのステップ自体が種目の名前になってるんです。ってことは、そんだけチャチャチャっていうことが、チャチャをチャチャらしく踊るためには、チャチャチャをどういう風に踊るかなんです。なので、チャチャチャっていうところをすごくもっと、なんだろうな、そこに神経を使ってほしいんですけど、実際には、チャチャチャってところが、流されてるパターンが多いです。ここ頑張って、トゥー、スリー、適当。トゥー、スリー、適当。ここだけ、うん。そこじゃないんです。ね。まあ、そこも大切ですけど、ね。そこの後の、チャチャチャ。ね。この、チャチャチャっていうところを綺麗に踊れないと、本当の意味の綺麗なチャチャチャにはなりませんので、まあサイドシャッセと同じくね、全身交代の、チャチャチャっていうところを大切に踊ってみてください。Let's practice!